Ladies and gentlemen, welcome to Google Developer Day. First, please welcome the President and General Manager of Google Japan, Norio Murakami. 皆さん、おはようございます。Google Developer Day 2008にようこそお越しいただきました。Google Developer Day は、今年で2回目を迎えます。去年は5月の31日に全世界8都市で同時開催という形を取らせていただきました。今年はなんとこの横浜6月10日を皮切りに10月28日のモスクワまで13都市を巡る世界的なイベントとしてさらに大きく発展を遂げることができました。本日のセッション室においても昨年の9つから20と2倍以上セッション延べ時間において10時間から28時間と約3倍の発展を遂げさせていただくことができました。これもひとえに本日お集まりの方々をはじめとした日頃いろんな形で私どもにご協力あるいは盛り上げていただいている皆様方のおかげだと、この場を借りて厚く御礼申し上げたいと思います。セッション週は先ほど20というふうに申し上げましたけれども、特に今年は行動直接皆さんに書いていただくという極めて実践的なセッションも設けさせていただきました。Android SDK、オープンソーシャル、それから今注目のクラウドコンピューティングにつながる Google アップエンジンについても直接コードを書いて皆さんとともにその将来を見極めていきたいというふうに思います。この後その Google のアプリケーションを支えている巨大なインフラに対する興味が皆様方に大きく盛り上がっているというそのご期待に応えるべく Google アップエンジンのご説明ももちろん支え上げとともにそのコードセッションにおいては具体的なコードの書くという実践的な試みもしてみたいというふうに思っております。そういうことで今年より充実した一日になるようにスタッフ一同一生懸命やっていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆様方今日一日が楽しく意義ある、そういう一日になるように、お願いしたいと思いますし、ご協力も お願いしたいというふうに、思います。それでは一日よろしくお願いします。 Next, the Senior Product Manager for Google Japan, Takuya Oikawa。おはようございます。 Google の及川でございます。朝早くから皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。10時に横浜というのは技術者の方朝弱いというのは私も存じておりますので、なかなかチャレンジな設定だなと思って、で、日本時間、今朝2時ぐらいからは某所で某セッションやられておりまして、私もそれをストリーミングで見たいという誘惑に駆られたんですけれども、今日がありましたのでちょっと私は睡眠取らせていただきました。いずれにしろ朝早くから皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。で、今回私の話は実は5月末にこの Google Developer で各地で開催させていただくものの掛け合いとなりますものが Google I.O. という名前でサンフランシスコの方で行われております。で、そこで皆様方に伝えたいメッセージいくつか私汲み取って日本の方々にお話しさせていただくのとともに、そこではあまりその詳しく説明しなかったものに関しましても日本では取り上げていきたいというふうに考えております。で、ご存じの通り私ども Google、ウェブ、インターネットと言われているものをプラットフォーム基盤として創業からスタートしている会社でございます。で、このインターネットと言われているものを皆様のライフスタイルを大きく変え、さらにはワークスタイル自身も大きく変えているというふうに思っております。ただその中でもいくつか皆様自身も感じていらっしゃるようなチャレンジというもの、いくつかの課題というものが見えてきているというのも事実でございます。ですので私ども Google がそういった課題チャレンジについてどういうふうに思っているかということ、皆様とどういうふうにそれらを解決していきたいかというもの、
これを3つ、ここに書かせていただいておりますような、クライアント、コネクティビティ、クラウドという3つについてお話しさせていただきたいと思います。で、その前に少し、今までのコンピューター環境と言われているものをちょっと昔になるんですが、30年ぐらい前まで遡って考えてみたいと思います。30年前というと、ここにいる多くの方々はまだもしかしたら生まれてなかったり、まだ幼稚園ですとかそういったところからもしれないんですけれども、当時ちょっと振り返ってみますと、メインフレームと言われていますものはグラスルームと言われております完全にマシンルームに独立してあり、当時としては非常に高機能のコンピューティングパワーを持っておりました。ストレージに関しましても大容量のものを持っていたという意味で十分なその性能というものは持っていたんですけれども、一方でアクセシビリティ、実際に開発者の方、ユーザーの方がそのコンピュータリソースに簡単にアクセスできるかというところでは残念ながらそうではなかったというふうに言えると思います。もし皆様方がラッキーにも情報システム部というところに属していらっしゃり、コンピューターを触る機会があったといたしましても、限られたそのコンピュータータイム、CPU タイムのスライスの部分しかお使いになれなかったというのがこのメインフレームの時代になります。一方で皆様方が書かれたそういったソフトウェア、アプリケーションを実際にユーザーの方に使っていただくその展開という部分で考えた場合、これは非常に容易でした。なぜならばメインフレームの上でアプリケーションを書きましたら、実際にユーザーの方がそれを目にしデータを入出力するというところはダムターミナル、ダムタンと言われているもの、例えば IBM で言いますと3270であったり、 DEC ですと VT と言われるターミナルそのものであったわけです。ですのでこの時代というのは非常に大きなコンピューティングパワーがあったもののアクセスがしにくい、デプロイ、展開は容易であったけれども、そこの部分、その実際にはあまり使いやすいと言われないようなそういったクライアントの環境といったものがあるというのがこの時代になります。で、次の時代というのがパーソナルコンピューターの時代になります。ご存知の通り、パーソナルコンピューターは非常に多くのそうい、資源、コンピューターリソースを提供し、多くのユーザーの手元でそれが利用できるようになったというところでは、大きな革新がこの時点で起きたと思います。コンピューティングパワーが非常にリッチになり、しかも多くのユーザーがアクセスしやすくなるというところがあったと。ただ一方、皆様今でももしかしたらそういった PC、パーソナルコンピューター用にアプリケーションを書かれていて、いろんな課題というものを持たれているかもしれませんが、実際にそのアプリケーションをユーザーの方に使っていただく、何千、何万、何十万、何百万と言われているようなアプリケーションを販売したりですとか、いろんなお客様にインストールして使っていただくというときに、アプリケーションがそのもしその展開される先の PC の上に他のアプリケーションと共有のモジュールを持っていた場合、その衝突によって残念ながら意図した通りの動作をしなかったりですとか、最悪の場合には全く動かなかったという、いわゆるその Windows の用語で言いますと DLL 地獄、DLL ヘルと言われているような言葉があるわけですけれども、そういったものに悩まされるということで、展開というものが非常に難しいというところがあったと思います。で、一方今の時代というのはインターネットの時代というふうに言えると思います。で、この時代を考えてみますと、メインフレームに一種逆戻りしたかのような形になるというふうに思います。つまり、皆様方がお使いになっていらっしゃるアプリケーションは全てウェブのものにあります。ウェブ上というものは、多くの場合はデータセンターで多くのコンピューティングパワーがもう既に用意されていらっしゃいますので、ユーザーの方はそこを特に意識することなく、非常に大きなコンピューティングパワーをお使いになることができます。ただ、私もそういったものをクラウドというふうに呼んでいるんですけれども、例えば何千台、何万台、多くのユーザー、全世界のユーザーに使ってもらうようなウェブアプリケーションを書くための、そういったようなクラウドの環境というものが全ての開発者に簡単に使えるように、アクセスしやすいようになっているかというと、残念ながらそうではないというふうに思います。多くの会社さんも同じようなことをやりたいと思われていらっしゃっても、実際に全世界に対してこういったそのグローバルにリーチするようなアプリケーションを提供できているのはごくわずかであるというところの課題があると思います。一方、展開の容易さという意味ではご存じのとおり、ウェブアプリケーションはウェブサイトの方にアプリケーションを置くだけ、 HTML、CSS、JavaScript、もしくはバックエンドのコードを書くだけで、ユーザーの方にはクライアントがそこにアクセスしていただければいい、 URL にアドレスバーにアドレスを打ち込んでいただければいいという意味では非常に容易に展開できるようになったということが言えると思います。ただ一方で、ダムターミナルの時のメインフレームと同じように、実際にそのクライアントであるブラウザーと言われるものが必ずしもユーザーのニーズにマッチしているか、使いやすいものになっているかというところでは、また大きな課題がこの時代に生じているというふうに考えることができます。ここで私どもこの2つのチャレンジ、1つそのクラウドと言われているものを、これを皆様方開発者の方、ユーザーの方々にもっとアクセスしやすくすると
というところが現在のインターネットウェブアプリケーション開発の一つの課題ではないか、ここを皆様方と一緒に解決していきたいと考えております。でもう一つが今申し上げたクライアント、私どもの言葉で言いますとこれはブラウザーとイコールと考えていただいて結構なんですけれども、この部分単なる今までのブラウザーではなくもっとよりリッチにパワフルにするということが課題であり、皆様と一緒に解決していきたいというふうに考えております。でこのクラウド、クライアント、ブラウザーというところがあるわけですけれども、当然その間にはそれをつなぐコネクティビティというものが必要になります。でご存知の通り日本というのはブロードバンド先進国と言われておりまして、 DSL は当たり前、 FTTH ももう当たり前になってきているというような環境がごくごく一般になってきております。モバイルにおきましてももう 3G の普及が非常に進んでおりますので、非常に高速度のコネクションというものが日本では利用可能です。このようにコネクティビティがハイスピードでかつどこでもいつでも使えるような環境になったときに、ではインターネットのアプリケーション、ウェブのアプリケーションというのはそれに対してどういうような機能が必要なのか、一方でこのコネクティビティ残念ながらまだ途中切断されてしまうことですとか、いくつかの課題自身持っております。その時にではウェブアプリケーション、インターネットアプリケーションはどうすればいいのかというところ、この3つのクラウド、コネクティビティ、クライアントというところが先ほど申し上げた3つの C になりまして、私どもが課題として考えていて解決を図りたい、皆様方と一緒に話し合いを進めていきたいというふうに考えている部分になります。でこの3つの C の話なんですけれども、私ども Google が一方的にこれが解決策です、皆様方どうぞお使いくださいというやり方は取ろうとは思っておりません。インターネットウェブというものを考えていただければお分かりになると思いますけれども、非常に面白い標準化の進め方というのがされていると思います。つまり開発者、ユーザー、すべてそこに含まれる人々によってコンセンサス、合意を取りながら標準化が進んでいく、技術というものが推進されていくという世界になっております。ですので私どもはすべてオープンにする形で皆様方と一緒にこの3つの問題というものを解決していきたいというふうに考えております。これが私どもが例えば今回こういったような Google デベロッパーデーというところの場を用意させていただき、私どもから一方的にお話をするのではなく一緒にお話をさせていただきたいと考えている理由になります。もう一つ私どもがこういった形で開発者の方にリーチさせていただき、いろいろなお話をさせていただいておりますのが、ここで書かせていただいているエコシステムという考え方になります。つまりオープンな標準に準拠した形、もしくはオープンな形でプロセスを進めていくというやり方を取ることによりまして、よりアプリケーションがリッチになり、多くのアプリケーションが出てき、多くのユーザーの方が使われ、でさらにはそれの利用頻度が上がっていくことにより収益が上がる。例えば私どもに言いましたら、検索の回数が多くなりましたらそこから広告収入というところになりますし、皆様方にとりましてウェブサイトに対する訪問者が増えることによりそこでプレミアムのレベニュー収入ですとか、あとは広告収入というところにつながると思います。つまりユーザーの方になるためのことをやることによって自然とそのエコシステムが出来上がっていくという考え方がウェブ、インターネットの考え方であり、皆様と共有できる部分ではないかというふうに考えます。では具体的にその3つの C のうちの一番最初、クライアント、つまりブラウザーの部分についてお話をさせていただきたいと思います。で昨年ちょうど Google デベロッパーで私もその時登壇させていただき、デモンストレーションさせていただきましたけれども、ギアーズと言われているものを発表させていただきました。ちょうど1年ちょっと経ったことになります。ここで振り返るということでどういったものかというものを書かせていただいておりますけれども、要は今までの皆様方がお使いになっているプログラミングモデル、 JavaScript 等をお使いいただいたまま、ブラウザをよりリッチにするというものになります。ローカルのサーバー、ローカルのデータベース、さらにある処理が、コンピューティングパワーを占有してしまってユーザーの動作をブロックしないように非同期の処理を実現すると言われているワーカープール、こういったものを利用することによりブラウザーの世界をより広げていくというのがこのギアーズになります。でこのギアーズ、今回その Google ギアーズからギアーズというふうに名前を改めさせていただきまして、完全にオープンにさせていただいております。昨年発表させていただいた時点からこれはそのオープン、ソースの形で進めさせていただいておりますけれども、よりそれを加速するという形をとっております。具体的にはいくつかのギアーズの中に入っている技術と言われているものが、私どもが積極的にサポートさせていただいております HTML5 の中にすでに取り組められることが決まっております。で実際そのギアーズの対応なんですけれども、ブラウザの対応はインターネットエクスプローラー、ファイアフォックス、
ここら辺はその昨年と同様なんですけれども、プラス Windows モバイルの対応をその後発表させていただいております。さらにはサファリ現在対応中でございます。あとオペラさん自身の方からアナウンスがありましたけれども、オペラブラウザーの方がモバイル版含み PC 版も含み対応されるということになっております。またアプリケーションいくつか書かせておりますが、パートナーの方々もしくは私どもの方からギアーズ対応のアプリケーションというものを続々と発表させていただいております。で、一つその Google I.O. と言われているサンフランシスコで行われましたカンファレンスでマイスペースの方が登壇されましてデモンストレーションされたんですけれども、ギアーズの面白い使い方をされておりました。ギアーズというと皆様そのオフライン切断された時の、ブラウザーからのアプリケーション利用ということを考えていらっしゃるかと思うんですけれども、マイスペースの方ではそうではなく、もともとある機能の中に検索機能が入っていなかったと。その検索機能の部分を Google ギア、失礼しました。ギアーズを使うということをされていますので、単にオフラインだけではなく、先ほど申し上げたようにブラウザーをよりリッチにするというところでギアーズの可能性というものを見ていただけているようです。で、続きましてコネクティビティのお話をさせていただきたいと思います。で、コネクティビティに関しましてはこれも同じく昨年オープンソースの形で私ども発表させていただき、パートナーの方々とオープンな形で開発を進めております。 Android と言われておりますモバイルプラットフォーム向けの、プロトコルスタックがございます。こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。で、こちらに関しましては私ども本社よりシニアディレクターモバイルプラットフォームズアンディ・ルービンが参っておりますので、彼の方からデモを交えてご説明させていただきたいと思います。 Next up, please welcome from the United States Senior Director for Mobile Platforms for Google, Andy Rubin。Thank you very much. It's good to see everybody. Thank you for joining us today. So we're going to talk a little bit about Android. I'm going to start off giving you a little bit of background about the project. Some of you may know about it, some of you may not. And then I'm going to jump into a demo, and I'm going to demonstrate Android running on a piece of hardware. So let's go back a little bit and just give an overview of the industry. So there's 1.2 billion internet-connected PCs out there. There's about 3.1 billion cell phones. So if you look at the size of the market and the rate of innovation that's happening on the internet, you know, the companies that evolve and bring new technology to the internet, they happen so quickly. There's new companies every week popping up, new ideas and new innovations happening on the internet. What bothers me is I don't see these innovations coming to mobile. It happens every now and then. I think we have some good applications. I think there's a kind of a trickle of applications coming to mobile. I think some of those applications originate on the internet and then move to mobile. But what I'm wondering is, why don't those applications get created on the largest market, on the 3.1 billion phones first? Why isn't it an equal playing field? So Android was conceived to solve that problem. Android is a completely open mobile platform. It's an operating system, but it's more. It's everything you need to build a phone. It includes a full HTML web browser. It includes, you know, the web browser does, you know, HTML4, it does CSS, it has a DOM, it does AJAX, it does JavaScript. It's just like the web browser on your PC. So some of that innovation can now happen on mobile phones. Some other interesting things about the development of Android. It was originally created in partnership. We created a partnership with 34 companies originally. We called it the Open Handset Alliance. And these companies helped develop Android as an open source project. Each company, there's five different categories of companies in the Open Handset Alliance. There are semiconductor companies, there are wireless operators, there's OEM and equipment manufacturers, there is software companies and commercialization partners. And each company contributes something in their category. For example, the software companies, they took a lot of their intellectual property and contributed to the open source project, like Packet Video for Media Framework and Nuance Communications for speech recognition. So I can talk about open source and I can talk about all the great contributions that the OHA partners made, but I think I should give a demo. Okay, so what I'm going to demonstrate is Android running on a piece of hardware built by one of our manufacturers. It's still a prototype, it's not released yet, so I'm not going to go into great detail about the hardware,
But what I'll tell you is, it's a 384 megahertz ARM 11. It has a half VGA display and about 128 megabytes of RAM and 250 megabytes of flash. So let's go over here and we'll start this up. So what I have here is I have a camera that's just fixed to this post, and it's helping me walk around the stage a little bit while I give this demo. The first thing you see on the screen is my unlock screen. Now, there's different ways to unlock a phone. You can, you know, swipe your finger across the phone to unlock it. That's what some other people do. There's also security pins. If you want your phone, your private data to be private, you can have a very complicated password on your phone that you have to enter. So what the Android team did is they combined those two things. So you can develop your own pattern to unlock the phone. It can be as simple as you want or as complex as you want. Another thing the Android team did is they developed a user interface that it's kind of 1 foot in the desktop PC space and 1 foot in the cell phone. So it gives you a little bit of both. It gives you, you know, your typical matrix of icons, but it gives you a workspace that you can move around in. And in that workspace, well, there's widgets. And those widgets kind of float on top of the workspace. If I move this very slowly, if I move this over very slowly, you can see the background image moves slower than the foreground image. That's an interesting effect. It gives you a layering effect, and the user interface lets the user know that things can be put on top of it. So let me demonstrate some of the capabilities here. These widgets, of course, I can move around. So I can grab that clock, and I can reposition it on the screen. I can grab these widgets, and I can put them on any screen I want. These all applications, this is pretty much an expandable list. If I want, I can customize it. I can add new things. For example, I'm going to add a playlist for my music player. And it shows up as an alias, just like your PC. So that alias can be configured any way I want. I can move it around. I get a spatial representation. And when I click on it, it takes me to my media player. My playlist starts playing. It's not going to really work here, but you can get the idea. All right. So again, you know, because this is a smartphone operating system, we support multitasking. So here I am, still listening to my playlist in the background while I'm still operating the user interface of the device. So again, full multitasking capability. Now, if you look at this portion of the screen up here, these notifications, it's trying to tell me a couple of things. And these are applications that want to notify the user that some event occurred. The first icon there, that at sign, is email. Second icon is calendar. And the third one is my media player that's playing in the background. Still playing, by the way. So if a third-party application wants to notify the user can actually drag down this title bar. It's like a window shade. And then he can know exactly what's going on. If I want to go to my calendar, I can bring up my calendar events. Well, that didn't work. Prototype software. It did clear my calendar events, though. It allows me to directly access the applications that are trying to notify me. This is a great thing for third-party developers because it's extensible. It allows the developer to notify the user in a very consistent way, and the user then can action the item just by clicking it. So let's go through a couple of other things here that are interesting. We talked about the web browser a little bit, so I'm going to bring up the web browser. The web browser is based on WebKit. It's a fully open source web browser. I'm going to stop the music here because it's bothering me probably more than it's bothering you. And now we're going to go back to the web browser. There we go. Okay, so let's go. It's going to start out on the New York Times, which is actually the last site that I surfed to before the demo started. This phone is on a 3G network, so it's doing about 7.2 megabits here. So we have a pretty good user experience. Even while the page is still loading, I can interact with it. I can touch it. If I want to drill down, I can double click, and it's going to give me a little slider here, a little control that lets me zoom in on the various aspects of the web page. So if I want to zoom in over here, I can bring it over there, and it's going to expand the screen to the place I left it. So it's a great mechanism to basically get the full desktop, the same web experience that you have in your desktop PC. It's a great way to do it in the mobile environment. It's very fast and very fluid.
So a couple more things that we can show you. Let's go to my contacts. I'm going to go back to the home screen here. I'm going to bring up contacts. And I have a small list of contacts here for the demonstration. Let's click on Tracy here. And let's go edit Tracy's contact. So what I want to do is I want to add a picture. So I'm going to click on the little icon there. Oops, having a shaky finger. I'm nervous. We'll click on the icon, and now it's brought me over to photos. So this is an illustration of one of the powerful architectural aspects of Android. Android supports what we call mobile mashups. And this allows applications to take advantage of each other's work. So the application doesn't just have to take advantage of what the system offers it. The application can also take advantage of other applications. So in this example, the contact list took advantage of the photo application and asked the photo application, hey, give me a photo because Andy wants to put a photo on Tracy's contact. So I'm going to select Tracy here. And then the software is going to do something pretty interesting. It's going to bring up Tracy. And then it's going to run a face automatic face detection algorithm. And it's going to try to find Tracy's face in the picture, which it did. So now I'm going to hit save. It did that completely automatically. And now, all of a sudden, we have Tracy's face as her contact picture. So another interesting, I'm going to go save that. So now I will always have Tracy's face in her contact. And I'm going to go back. So each one of these fields in her contact is actionable. If I hit the phone number, it's going to call her for a mobile phone. I can hit the send text, and it's going to send an SMS message. I can hit home. I can hit the email address, and it's going to bring me over to email. And again, it's all using that mashup mentality. If I hit the address here, she's at 4 Times Square in New York City. What it's going to bring me to is Google Maps. And again, it's this integration that Android enables. This is a version of Google Maps that supports our 3D objects. So if I zoom in here, I'm going to scroll around here a little bit. I'm going to zoom in, and you get a good idea of the buildings and the ability of the Maps application to give us kind of a 3D representation of the buildings. So let's put this on the map, so to speak. So here's a nice area here. I'm going to bring up the menu. I'm going to change map modes, and I'm going to enter Street View mode. Street View, as you know, is Google's panoramic photography. It complements the map application. It lets users see what an area looks like rather than just looking at a map. So I can pick a place here. Let's pick this spot here. It's going to put a little icon on there and tell me it's 6 Times Square. It's close enough. I'm going to bring up Street View now. So again, these are a whole bunch of applications cooperating together in the mashup style. Here we go. It's loading in over the 3G network, and we get the Street View image. Now, this application is a little different. This application, I could interact with it by touching the screen, but this also lets me move the device and follow it through Times Square. It's a little jerky right now because it's loading over the network slow, but as you can see, as I move the device, it's tilting and panning. I can even look up at the buildings there and see what the buildings look like on there. So it's all driven by the accelerometer and the compass in this device. Looks like I'm having a little bit of interference from the compass here, but I think you get the idea. Great. So the last thing I wanted to finish with is a couple of points. So why did we create Android? Well, we created Android to help accelerate the rate of innovation on mobile phones. As I said, it's not happening as fast as it happens on the internet. We just want to happen faster. So we've created a whole bunch of technology in partnership with the Open Handset Alliance. But in the end, what we did is we developed it for you, the developers. Because what I'm really looking forward to, and I'm really excited to see, is what you guys build on top of Android. So we have a couple of sessions today that go into great details. I hope you enjoy them. And I wanted to thank you very much. Takaru? いかがでしたか ?Android のデモ、例えば先ほどの Android 使って Google Maps のモバイルでコンパス使ってこう動くところとか、
私は Google I/O で見たとき非常に感動して、皆さん感動したら、ね、拍手していただけると嬉しいんですけれども、そうするとあと見しちゃいけないものを見せたりしちゃうかもしれないぐらいありますので、ぜひよろしくお願いします。みんなさんで盛り上げていければなというふうに思っております。で、クライアントコネクティビティとお話、あと、Android のデモを、させていただきましたけれども、次にクラウドのお話をさせていただきたいと思います。で、クラウドコンピューティング、ご存知の通り、私どもの CEO でありますエリック・シュミットと、いろんな場でお話しさせていただいておりますけれども、コンピューティングパワーですとかストレージですとか、そういったものをインターネット側に、用意することにより、皆様方どこからでもいつでも、いろんなサービスをお使いいただけるようにするというものを、私どもクラウドというふうに呼ばせていただいております。で、先ほどそのチャレンジということで、私どもが抱えているもの、皆様と一緒に解決したいというところでお話しさせていただきましたように、このクラウド、例えば私ども Google はもちろん持っておりまして、全世界中のデータセンターから皆様にサービスを提供させていただいております。ですが、果たしてこれが一般の方々、一般の会社の方々、皆様がこのクラウドの持つ魅力的な環境をお使いいただけるかというと、残念ながらそうはなっていないというふうに思います。そこで私どもが用意いたしましたのが Google App Engine と言われているものになります。今年の春発表させていただきました、私どもの持っているインフラストラクチャー基盤を皆様方に開放することにより、同じクラウドの環境でアプリケーションを作っていただくというものになります。で、この Google App Engine に関しましては、同じく、本社来たら人間、もしくは私ども日本の方のエンジニアであります人間から説明を、するようにさせていただきたいと思います。それではソフトウェアエンジニアの鵜飼およびプロダクトマネージャーのピート・クーメンの方からお話しさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ソフトウェアエンジニアの鵜飼です。今日は、Google App Engine について紹介していきたいと思います。 Google App Engine とは何か、Google App Engine が解決しようとしている問題とはどういったものか、で、Google App Engine がどのように使っていけばいいかというのを説明して、それから Google App Engine を使ったいくつかの事例を紹介していきたいと思います。で、Google App Engine とは何か、Google App Engine というのは皆さんが開発したウェブアプリケーションを Google の強力なインフラの上で動かすことができるようにするためのシステムです。Google App Engine を使うことで、皆さんが、Google の強力なクラウドのコンピューティングのプラットフォームを使って、リッチなウェブアプリケーションを開発していくことができるようになります。で、なぜ我々はこう Google App Engine を開発して、皆さんにクラウドの力を開放しているのかというのを説明していきたいと思います。ウェブアプリケーションを作る上で、プログラミングをするのは当然のこととして、単にこうウェブアプリケーションのコーディングをするだけではウェブアプリケーションを動かしていくというのはできません。いろいろやらないといけないことがあるわけです。で、Linux マシンを用意してアパッチの設定をしたり、その上でデータベースが必要なら MySQL の設定をしてテーブルを作って、ウェブアプリケーションで、データベースを使えるように設定をしたり、これらのサーバーが簡単に動かせるようなスクリプトを書いたりといったいろいろなことを用意して、ようやく自分の書いたウェブアプリケーションが動かせることにができるようになるわけです。で、これらの技術的な課題のほかに別の課題もあります。まずそういったサーバーを動かすための場所を探してくる必要があります。で、物理的な PC にしろ仮想マシンにしろ、何らかの手段を取って、これらの、マシンを調達してこないといけない。で、それらに関してはいろいろ手間がかかりますし、自分でやるにしても、手間もコストもかかるし、誰かに雇ってもらってやるにしてもコストがかかると。とにかく、ウェブアプリケーションを走らせるためにはいろいろなコストがかかるというのが、他の課題になります。で、最も大変な課題というのは、それらのウェブアプリケーションを継続して、動かし続けるということです。最初こう簡単なウェブアプリケーションを動かすのはそんなに難しくないんですが、これを継続してずっと大規模になるまで、ウェブアプリケーションを動かしていくというのは非常に大変なことです。
で、サーバーは壊れるかもしれません。ハードディスクが故障するかもしれません。そういったトラブルがなくても、サービスがどんどん大きくなるにつれ、システムをどんどん変えていく必要がある。例えばデータベースを分割していって、大規模な、データをアクセスできるようにしたり、より多くのマシンを調達して、それらを使えるようにしたり、ロードバランサーを、設定して、うまくロードを分割して、大量のアクセスをさばけるようにする必要もあります。Google アップエンジンを開発するにあたって、我々はこういった問題をできるだけなくして、皆さんが開発したアプリケーションを簡単によりスケールできるような形で、Web アプリケーションを動かすことができるようなシステムを作ろうと考えました。で、Google アップエンジンは、Google の強力なインフラを使って、Google のクラウドを使った、皆さんが開発した Web アプリケーションを実行するための、プラットフォームとなっています。で、Google アップエンジンを使うことで皆さんは単に、Google アップエンジンの API を使った Web アプリケーションを記述してそれを Google にデプロイするだけであとは自動的に大規模なシステムに、スケールした Web アプリケーションを動かしていくことができるようになるわけです。で、次に、Google アップエンジンをどのように使うかについて簡単に説明していきます。まず、皆さんは、Google アップエンジンの API を使ったプログラムを、まあ、好きなテキストエディターなり IDE なり何でもいいんですが、とりあえず自分で Web アプリケーションのプログラムを書きます。そして Google アップエンジンの SDK を利用してローカルマシンでそれを動かしてみてテストしてみて、まあ、不具合があれば直してというのをローカルマシンで非常にこう、高速に開発サイクルを進めていくことができます。一旦こうウェブアプリケーションが出来上がれば次に Google にデプロイします。 Google にデプロイするのは非常に簡単でデプロイボタンをクリックもしくはコマンドラインを一つ実行するだけであなたが皆さんが開発したウェブアプリケーションを Google のインフラの上にデプロイすることが簡単にできます。で、以上で皆さんの開発したウェブアプリケーションは Google のインフラの上で動くようになっています。あとはその URL をユーザーの方に教えてアクセスしてもらうだけで、Google アップエンジンには管理コンソールもありますので、どういうアクセス履歴があったかとか、アプリケーションのログを見たりといったことも簡単にできるようになっています。では次に、そういった Google アップエンジンを使ってどういうアプリケーションが作られるかというのを事例をいくつか紹介することで説明していきたいと思います。で、一つ目は、Tweetwheel というやつでこれは Twitter と呼ばれる、まあ、皆さんウェブでこうミニブログと呼ばれますが、つぶやきを、公開するサービスでお互いにこう、フォローし合って、まあ、会話を進めていくようなサービスなんですがそのフォローし合っている関係を、取ってきてそれをうまくビジュアライズしてそれぞれの友達関係を分かりやすく表示するためのウェブアプリケーションです。で、Later Loud というのは、PC でこうウェブをブラウズしていて、これを後で見ようと思ったのをマークしておいて、後でこうモバイル端末を使ってマークしておいたウェブページを簡単に見れるようにするためのウェブアプリケーション。これもアップエンジンの上で開発されて動いています。まあ、以上のアプリケーションは Google の社外の開発者の方が作ったアプリケーションなんですが Google の社エンジニア自らがアップエンジンを使ってアプリケーションを作ることもあります。これはこの前あった中国の四川の大地震で何人かの Googler が大地震の時の安否情報を簡単やり取り情報をまとめて知る方法簡単な方法がないと思った Google のエンジニアが週末にアップエンジンを使ってそういった安否情報を簡単にやり取りできるようなシステムを作ってローンチすることができました。 Google アップエンジンを使うことで非常に簡単に開発してすぐに皆さんが使えるような形でローンチできる、まあ、これは Google、他皆さんもそうですが、まあ、Google のエンジニアにとっても非常に使いやすいプラットフォームになっています。で、最後に、Google のパートナーである、
ピクスパスカルの言葉を紹介します。で、彼らは新しいピクチャートのプロトタイプをオープンソーシャルアプリケーションにしてアップエンジンを使用してハイファイブサンドボックス上で動作させることができました。で、これはアプリケーションを、実行可能にして DB コードをアップエンジン用に変換するのに要した時間はたった3時間で済んだということです。このように、まあ、アップエンジンは基本的な標準的なウェブアプリケーションの、サーバーとなっていますので、 Python で書かれたウェブアプリケーションなら非常に簡単にアップエンジン向けに、変更してそれを動かすようにすることができます。では、Google アップエンジンの、プロダクトマネージャーあるピート・グーメンから、Google アップエンジンの、最新情報および今後のことについて紹介していきたいと思います。ではピート。 Thank you. Thank you. おはようございます。いや、どうもありがとうございます。 My name is Pete Kuman and I'm a product manager on the Google App Engine teamWe released a preview of App Engine about 2 months ago, and since then we've seen a lot of fantastic response from the developer community. And I wanted to take a minute just to talk to you a little bit about what we're working on for the future. The first thing is offline processing. Right now, all Google App Engine apps are request-driven, which means that the application receives an HTTP request, does some work, and returns a response.We'd also like to support some other kinds of computation, like scheduled tasks or larger scale batch processing. And so we're excited about that. The next thing I wanted to talk about was more languages. So Python is the first language that Google App Engine supports. But we definitely recognize that a lot of developers would like to work in other languages, and maybe they're more familiar with other languages.And so we're working pretty hard to enable some other languages, and we hope to have some announcements about that soon. We'd also like to do a better job of supporting rich media applications, which means allowing applications to serve and host larger files. We're also working pretty hard at additional infrastructure improvements to make App Engine as fast and as stable as possible. So I mentioned before that we released App Engine early to get some developer feedback. We know it's not ready, and that's why we called it a preview release.We've gotten a lot of feedback, and 2 weeks ago at the Google I/O Developer Conference in San Francisco, we made a couple of announcements. And the first announcement we made was 2 new APIs that we were making available to applications. The first one is a Memcache API, and it's a powerful secondary caching layer that will help developers render their applications even faster on Google App Engine. The second one is an Image Manipulation API, and we've heard a lot of requests for this.And that allows developers to manipulate images and perform sort of common image transformations on the server side, like scaling images or thumbnailing them or rotating them, things like that. One of the other announcements we made at I/O 2 weeks ago was about our pricing structure. During the preview release, App Engine is completely free to use. And all applications are restricted to a set of quotas. Every application is able to store up to 500 megabytes of data.And enough memory and CPU and bandwidth to support around 5 million page views per month, completely for free. Now, I want to stress that App Engine will always be free to get started. We're committed to supporting around 5 million page views per month for a well-written application for free. But we'd also like to allow developers to purchase more computing resources if they need it. And we're not ready to do that yet. We haven't finished that yet.But 2 weeks ago, we announced our pricing structure to help developers plan for the future. And the prices that we gave out, we gave out ranges because we're not totally sure yet. But we expect to charge between 10 and 12 American cents per CPU core hour. For storage, we expect to charge between 15 and 18 cents per gigabyte of data stored on Google App Engine. And for bandwidth, outgoing bandwidth should cost around between 11 and 13 cents per gigabyte sent from an application, and between 9 and 11 cents per gigabyte received by an application. Now, we made one other announcement at I/O 2 weeks ago, and that was in response to probably one of the biggest pieces of feedback we got. When we released App Engine, we released it to 10,000 developers, and the thing we probably heard most often was, I want to try App Engine. And the demand was so great, in fact, that we exposed a waiting list, and we let developers sign up on a waiting list. And we actually got more than 150,000 developers signed up on that wait list.
And so 2 weeks ago, we announced that App Engine was now completely open, and that anyone could sign up and try App Engine if they wanted to. Now, every new account will need to verify the account with a mobile phone, and we've had a couple problems with some of the carriers in Japan. But we expect this will be resolved this week, and so the Japanese developers will be able to try Google App Engine completely for free, and anyone can try it now. Thank you. So we're really excited about this. We've been just really, really happy with the response we've gotten from developers. And I will be around all day. We're giving some talks later today. So please feel free to come and talk to me and let us know what you'd like to see from Google App Engine, because that's what we're working on. So with that, domo arigato gozaimashita. And Takuya, thank you.今ピートの話からありましたように、いくつかのアナウンスメントを私どもその Google I.O. というイベントでさせていただきました。繰り返しになりますけれども、私もやはりその Google の社員として一番多く受けているリクエストですとか質問が、その Python 以外の言語のサポートはどうですかっていう話がありましたが、彼が申し上げたように今まさしくその部分取り組んでおります。あともう一つが、ちょっと乗り遅れてしまって、サインアップできなかったんだけど、及川さんどうにかならないっていう話があったんですけれども、これもオープンサインアップ開始しております。彼が申し上げました通り、残念ながらちょっとその日本のキャリアさんのところのシステム対応が遅れておりますが、近々にその部分解決する見込みでございますので、ご興味のある方、すぐにでも直りましたらサインアップしていただければというふうに思います。で、クラウドに関しましてもう一つお話をさせていただきたいと思います。今の Google App Engine と言われてますものが、私ども Google の持っているインフラストラクチャを皆様方開発者に開放し、そこで魅力的なアプリケーションを書いていただくというものになります。もう一つのそのクラウドの環境を皆様方にお使いやすくするというものに、私どもがクラウドで実現しているいろんなサービスを取り込んでいただくというものがございます。これはすでに私どもの多くの API が実現しているものですけれども、ここでは特に2つを改めて強調させていただきたいと思います。一つが Gdata API というものになります。Gdata 自身は Atom Publishing を使いましたプロトコルであり、フォーマットであります。プラスインターフェース、アプリケーションプログラミングインターフェースというふうに考えてください。ですので私どもがデータを抱えているようなさまざまなアプリケーション、例えばピカサウェブアルバムですとか、そういったようなものに対してデータのアップロード、ダウンロード、もしくはインポート、エクスポートというような形でデータのやり取りと行いたい場合、この Google データ、Gdata API というものをお使いいただけるようになっています。ですので、そのデータストレージとして私の Google のサービスをお使いいただき、皆様方のアプリケーションの方ではそのフロントエンドとして動いていただくというような形で、私どもをご利用いただくということができるようになっております。で、もう一つお話しさせていただきたいのが Ajax API、コントロールと言われているものになります。例えば私どものウェブ検索、ブログの検索、ビデオの検索、こういったものですとか、あとは例えば Google トランスレートと言われている翻訳のサービス、もしくはフィードですね、Atom ですとか、もしくは RSS のフィードと言われているもの、皆様方自身で書かれても結構なんですけれども、私どもその部分ライブラリー化しまして、私どものサービスをそのまま皆様のアプリケーションに取り込んでいただけるようになっております。ですので皆様方の例えばウェブサイトの中である検索ワードを入れて検索したものを常に出したいようであれば Ajax Search API というものをお使いいただくことができるようになっています。簡単にウィザード形式でコントロールをお作りいただくこともできるようになっておりますので、ぜひともこれもお試しいただければというふうに思います。で、この Gdata あと Ajax に関しましてはブレイクアウト午後のセッション等でもご紹介させていただきますので、興味ありましたらそちらにもご参加ください。で、このクライアント、コネクティビティ、およびクラウドと言われている3つの C と言われているものが私どもが皆様と一緒に解決していきたいというものを先ほどから申し上げておりますけれども、この3つの C 以外にいくつか皆様方と一緒に新たな次の世代のウェブということで考えていきたい部分がございます。一つがソーシャル化と言われているものになります。で、ソーシャルウェブという言い方をここではさせていただいております。基本的に人々、人間と言われておりますものは、やはりつながっていたい、自分の友人のいろんなものをこう知りたかったりですとか、自分から伝えたいというような自然の欲求というものがあると思います。
だからこそ例えば今ソーシャルネットワークサービスですとか先ほどその Google App Engine の中の話でもありましたように Twitter と言われているミニブログのようなものもしくはブログというようなもので緩やかであったり時にはタイトであったりという形で人間同士がインターネットウェブを使ってコミュニケーションしていると思います。もう一つはウェブそのものと言われているものがもともとものとものとを結びつけるというそういったアーキテクチャで成り立っております。ですのでその人々のもともと持っている欲求と言われているものとこのウェブの持っている表現力と言われているものを組み合わせることによりましてより魅力的なアプリケーションというものが実現できるというふうに考えております。で私ども Google もこのソーシャル化と言われているものをいろいろな形で実現しております。一つは私どもが持っております既存の製品のソーシャル化というものがあります。例えば iGoogle 現在このガジェットもソーシャルガジェットという形でお作りいただきもしくはお使いいただくことができるようになっておりますし Google マップスご存知の通りマイマップという形で自分自身で地図を書いていただき公開していただくことができるようになっております。さらには YouTube 自身これは皆さんご存知の通りビデオの投稿サイトになります。ただその投稿するときにアカウントがありますからそこでコミュニティを作っていただきビデオ自身もしくはテキスト等でいろいろなコミュニケーションをしていただくコミュニティというものを考えております。このソーシャル化にあたって考えているのが一つこの既存製品のソーシャル化コミュニティの推進というものになります。でもう一つがソーシャルウェブアプリケーションを詳細にするために私どもがいくつか提案させていただいている API になります。それがオープンソーシャルでありソーシャルグラフでありフレンドコネクトと言われているここに書かれているものになります。でオープンソーシャル自身はこれも昨年の秋に発表させていただきまして Google 自身が提唱させていただきましたが完全なオープンソースプロジェクトになっております。ですので現在はオープンソーシャルファンデーションという団体におきまして使用策定等が進んでおります。で簡単にどういうものかというものをお話しさせていただきますと現在あるソーシャルネットワークのサービスの多くと言われているものがバーティカル縦に閉じた形になっていて例えばあるソーシャルネットワーク向けにサービスを作ろうとしたらその会社さんでしかできなかったりもしくはプラットフォームが公開されていたとしてもあるその A 社さんと言われている SNS サイト向けのアプリでしかなかったりするというものがあります。ですのでアプリケーションを書く側からしますと各その SNS サイト向けにアプリを書かなければいけないという問題がありました。一方で SNS サイトのオーナーになっている会社さんの立場から言いましたら開発者がどうしても自分のところ向けにアプリケーションを書いていただいている会社に限定されるという問題がございました。そこでオープンソーシャルというものを私どもは提供させていただいてその部分を共通基盤という形で業界全体で標準化することにより今申し上げたサイトさん側もしくはアプリケーションを書くが両方が一度書けばどのサイトでも使えるというような環境を実現しようというのがオープンソーシャルの考え方です。で2つのキーワードをここでは紹介させていただきます。1つがコンテナと言われているものです。今申し上げたソーシャルネットワークサービスの基盤となる部分がオープンソーシャルでいうコンテナの部分になります。ですから多くの場合はその SNS のサイトであったりそういった部分がコンテナになると思います。もう1つはそのコンテナの上に書かれる実際のアプリケーションガジェットという言い方をすることもあるんですけれどもソーシャルアプリケーションというふうに呼ばさせていただいております。この2つの組み合わせにより実際にユーザーの方にお使いいただけるソーシャルなアプリケーションというものが完成するというふうにお考えください。でしたらこのオープンソーシャルに関しましてリクルート様にご紹介いただこうと思います。リクルート様はどこ行くというとてもユニークな地理検索のサービスを提供されていらっしゃいましてさらにはオープンソーシャル自身にも積極的に取り組まれていらっしゃいます。ここでご紹介させていただきます。株式会社リクルートメディアテクノロジーラボジェネラルマネージャー近藤様チーフアーキテクト川崎様にオープンソーシャルに対する取り組みデモをお見せいただきたいと思います。よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりましたリクルートメディアテクノロジーラボの近藤と申します。本日ですね、Google さんのこのような素晴らしいイベントの場でですねこのような機会をいただきまして大変感謝いたしております。メディアテクノロジーラボはですねリクルートのインターネットを中心とするメディアサービスのですね進化価値向上というものを目指しまして昨年4月に開設された実証研究機関です。で我々は昨年11月のですねオープンソーシャルバージョン 0.5 の登場以来リクルートのメディアにおけるオープンソーシャルの活用の可能性というものについてですね検討してまいりました。
で、簡単にですね、ここで私どもの、実験サービスをですね、ご紹介させていただきます。左上がですね、コマーシャライザーと申しまして、フラッシュの技術のない方にでもですね、動画で、宣伝広告の、作れるというものでございます。それから右側がですね、演劇ライフと申しまして、演劇が好きな方向けの CGM、 左下がですね、すごい映画が出ておりますけども、すごい地図アフィレットと申しまして、ブログパーツをですね、簡単に投稿型で作れるようなもの、それから、右下がですね、任天堂さんの、Wii 上で動作します、お茶の間で家族でですね、車選びができるような、カーセンサーといったものを提供させていただいております。で、現在我々ですね、先ほどのサービスにも出て、使っているんですけれども、リクルートの持つ旅行とかですね、あるいはグルメ、採用といった、14の事業領域で API として、商材やクライアントのですね、情報を公開しています。ウェブサービスとしてですね、情報のデータベースをですね、世の中に開放することで、外部のデベロッパーさんや、サードパーティーの方々にもですね、弊社の持つ豊富な情報を、活用していただけるようにしてまいりました。そしてですね、それら弊社の API も含めまして、インターネットに公開された API をですね、デベロッパーの方にさらにご利用いただいて、インターネットにおける新しいメディアのですね、創造というものを支援すべく、ちょうど先週の3日になるんですけども、マッシュアップアワードをですね、開催いたしております。で、今回4回目を迎えるマッシュアップアワードなんですけども、今回はですね、Google さんにもですね、アワード対象としての API をですね、加えていただきまして、誠にありがとうございます。はい。それから最優秀賞にはですね、賞金100万円を用意しておりまして、デベロッパーのですね、皆様にも、ぜひですね、振るってご参加いただければと思っております。そろそろ、さて、本日ご紹介させていただくドコイクでのですね、オープンソーシャルの活用も弊社のウェブサービスをですね、活用ベースした事例となります。ドコイクというメディアなんですけども、ローカルサーチを迎えるですね、失礼しました、ローカルサーチに分類されるメディアで、店舗の名称とか電話番号、地図といったものをですね、そういった情報を検索できるサイトです。で、また位置情報をですね、持った店舗にユーザーが、タグ情報を付与してソーシャルブックマークとして共有する機能を、提供しておりまして、例えばですね、自分の、つけたタグを利用してブックマークの分類とか整理といったものをやっておりますことが可能です。あるいは、タグクラウドをですね、から目的に合った、お店を検索するといったようなことも可能です。はい。で、さて、本題のですね、オープンソーシャルの活用の事例なんですけれども、ここから先はですね、どこ行く開発チーフの川崎の方にバトンを渡しまして、実際のですね、具体的な動作画面をデモでご覧いただければと思います。川崎、お願いします。はい、ありがとうございます。リクルートでは、オープンソーシャルの最初の取り組みとして、オープンソーシャルのコンテナを実装して公開しています。ベータドコ JP サンドボックスというサイトなんですけれども、まず最初の段階としては、ドコイクが持っている機能、登録、先のタグの機能ですね、登録、編集、削除、その機能を確認できるという5つのガジェットを右側に用意してですね、その動作確認を行うというステップをやっています。実際ちょっとここで、店舗検索をしてみたいと思います。045-221-2155 と。これはオープンソーシャルの、で動いております。で、ここでパシフィコ横浜が見つかって、ソーシャルネットワークなので、お店にタグを付けられると。ここは Google のイベントがあったので、Google と投稿が完了しました。で、これはサンドボックス上の画面なんですが、トコイクの本体の方でもパシフィコ横浜港未来ですか。で、デモ環境ではあるんですけれども、一応本番のデータベースに接続していまして、本番のデータベース上も書き換わると、実際、アルファと呼んでいるのは表面上の話で、実際内部的にはここに Google と入ったと、一応本番系のデータベースに接続しています。で、こちらの画面、正直なところ見た目ではあまりオープンソーシャルっぽくはまだないかなと
いうところはあるんですけど、まあ、逆に言うと内部的にはオープンソーシャルでアトムパブでインターフェースを定義して実装しているわけなんですが、見た目上はシームレスに使えると、オープンソーシャルだから敷居を高くするということはなくシームレスに使えるということで、主要素ベースでまだ検討を進めているという段階ではなくて、それから一歩進めて実際にリクルートの一つのメディアでオープンソーシャルを実装して利用できるということを示した例なのかなと言えると思います。はい、わかりました、ありがとうございます。今も、ご説明いただきましたけれども、リクルート様はいろいろな形でそのウェブサービスですとかマッシュアップですとかというのに取り組まれていらっしゃるというところで、他にも、まさしく今までがそうだったように独自のインターフェースですとかいろんな選択肢はあったんじゃないかと思うんですけれども、あえてオープンソーシャルというものに対して強力にサポートを進めていらっしゃるというところ、もう一度ご説明いただけますか。はい、独育ではですね、オープンデータとして店舗情報を検索できる API をですね、提供していましたが、その拡張版の設計ではですね、アトムパブベースで進めておりました。なのでこのためですね、オープンソーシャルとの親和性が当然ながら高いというところで、低コスト短期で実現できたということに一つポイントがあるかと思います。でもちろんですね、コスト面だけではなくてですね、我々が注目してきた理由というのは2つあります。一つはメディア間のですね、ガジェットの互換性によって、リクルートからのサービス提供リーチ拡大ということがですね、あるんじゃないかということ、そして2つ目は、リクルートのメディアのですね、に対して、アプリがどんどん追加されていくことによって、カスタマー価値、サイト魅力、それからユーザーエクスペリエンスといったものが向上できるんじゃないかと、その2点をですね、考えておりました。なるほど、わかりました。今おっしゃっていただいたのはまさしく先ほどオープンソーシャル登場以前に抱えているそのソーシャルアプリケーションが抱えている課題のところに関してリクルート様のお考えというところをお聞かせいただいた形になるんですけれども、でしたら例えば、このドコイクの今のサンドボックスというかベータの形のところで、他社サードパーティーさんのソーシャルアプリケーションガジェットというものが追加できるようになったりすると、多くのそのサードパーティーのアプリケーション会社、ここにいらっしゃる会場にいらっしゃる方々のような方に書いていただくようにするというような計画というものは具体的にあるんですか。そうですね、現在公開中のアルファ版では、先ほどご覧いただいたようにキャンバスモードでですね、弊社製のガジェットのみが、稼働しているという状況なので、正直現在の状況のままだとまだ十分にですね、オープンソーシャルの魅力を生かしきれてないという状況かと思います。でアルファ版としてはですね、ガジェットを登録する機能はまだ公開できていないんですけども、内部的な実験としては、外部のガジェットをですね、稼働させるということをやっています。ちょっと見せていただきます。そうですね、この画面では iGoogle に出ている今急上昇ワード、YouTube 動画といったガジェットをどこ行くのオープンソーシャル上に載せて利用しています。で例えば YouTube 動画も評価の高い動画でとかですね、切り替えることも可能と、こういった形で、オープンソーシャルの互換性の確認というのはまず取れている段階になっています。わかりました。はい、で、そういった意味でこのオープンソーシャルの魅力はですね、この互換性でサードパーティーガジェットの登場というところにありますので、現在魅力的なガジェットを提供いただけるですね、パートナーさんを、募集しております。よろしくお願いします。はい、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、日本では先進的にそのオープンソーシャルの対応を進めていただいていると思うんですが、逆に今までこの、サンドボックス、作られている中で、もしくはそのソーシャルアプリケーションを作られている中で、オープンソーシャルに対する注文というかリクエストというようなものってのはございますか。そうですね、要望というか、期待している点というのが2つあります。で一つはですね、ドコイクの今のコンテナはシンディグ、アパッチのシンディグを使って実装しているんですけど、弊社の相性の問題かもしれないんですけど、日本語関係で問題があったのでパッチを当てたりとか、セキュリティ面でホワイトボックス、ホワイトリストみたいな機能をパッチを書いたりですね、そういった面、そのシンディグの機能向上、セキュリティ面の安定性向上といったのを期待したいなというのと、あともう一個がもうちょっと重要で、仕様全体の明確化がもう少し進んでほしいなという感があります。やっぱり日本の企業が事業として進めていくにはもうちょっと、まだ今回ドコイクは 0.7 を使っているんですけれども、 0.7 だと仕様上外の部分があったりとか、まだ明確になってない部分があったりするので、もっと明確になると事業としてアクセルを踏んでいける状態になっていくのではないのかなというふうに考えています。
わかりました。かなり厳しい注文も入ってきたんですけれども、先ほど申し上げた通り、そのオープンソーシャルはオープンソーシャルファンデーションという形で、まさにリクルート様ですとか、いろんな方々と一緒に今おっしゃっていただいた課題を解決するという形になっておりますので、そこを今後とも協力して進めさせていただければというふうに考えております。で最後に、でしたらこのどこ行く、もしくはリクルート様の他のサービス、さらにオープンソーシャルを使ってというところでの展望のような形を述べていただいてもよろしいですか。はい。弊社はですね、これまで長い間いかにこう自社内のですね、メディア、独力でですね、いかにこう集客して、でカスタマーさんをクライアントさんにつないでいくかというところに注力してきたという、そういう歴史があったかと思います。で、もちろんですね、時代の流れは Google さんがですね、本当に一生懸命やっておられるように、本当にこうオープンにですね、情報を公開共有して、そして外部の API を積極活用したりとか、あるいはメディア間のですね、シナジーを生んだりとか、そういった形で、全体のですね、共同体、エコシステムといったものをですね、作っていって、そうすることでお互いを価値向上させていくと、そういう流れをですね、我々もですね、作っていけたらなというふうに思っております。そういう意味においてですね、オープンソーシャルをうまく活用するということは、これからの我々のオープン戦略の上でもですね、非常にいいキーポイントになると思っております。はい、どうもありがとうございました。では改めまして、株式会社リクルート様、近藤様および川崎様に皆様拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。で今オープンソーシャルにつきまして、具体的にもう進めていらっしゃるリクルート様の方からお話しいただきました。でさらにちょっとオープンソーシャルについて続きお話、補足させていただきたいと思います。プレゼンテーション、はい、ありがとうございます。オープンソーシャル昨年の11月に発表させていただきまして、それ以降のスコアカードと言われているものをちょっとみんなと見て、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。当然一番最初の時点では利用者および開発者、インストール可能、利用可能なアプリケーションすべてゼロでございました。で現在それからかなり経ちまして、利用者2億7500万、開発者2万、インストール可能、利用可能なアプリケーションが5000万という数に達しております。これ皆様とともにそのスタンダード標準を進めていき、さらにその中で生み出された数でございます。今後ともこれをさらに加速する形でアプリケーション、ソーシャルアプリケーションというものを世の中にどんどん出していきたいというふうに考えております。で今言った実際のスコアカード、実績というものを積み上げるに関しまして、もちろん Google だけではなく多くのパートナーの方々、サポート表明していただいている会社様にご協力をいただいております。でこの中でもいくつか日本の会社ご覧になれると思います。ミキシーさん入っていらっしゃいますし、手島屋さんのオープンピーネ入っております。ビートコミュニケーション、もちろん今お話しいただきましたリクルート様、こういった方々とともにオープンソーシャルを強力に推進していくということを日本でも進めております。でオープンソーシャル自身が先ほど申し上げた通り、コンテナとその上に乗るソーシャルアプリケーションの部分を標準化することにより、より多くの開発者ユーザーにリーチするというためのインターフェースであったわけですけれども、それに追加する形で私ども Google はフレンドコネクトというものも提供させていただいております。でオープンソーシャル自身が先ほど申し上げたコンテナとその上のソーシャルアプリケーションなんですけれども、単純な、もしくはそこまで複雑ではないウェブサイト、ウェブアプリケーションを書かれる、ただそこにソーシャルのフレーバーを少し入れたいなというふうに考えていらっしゃる時のための技術がこのフレンドコネクトになります。でちょっと見にくいかもしれないんですけれども、ここの3つの輪の中にある、例えば認証のサインインの部分というところはオープン ID を使う、あとは、アプリケーションの部分はオープンソーシャル、今の基盤を使う、それとあと実際の認証の部分というところが OAuth を使うというような形で、いくつかの標準をそのまま組み入れることによりまして、ユーザーの方は私どものフレンドコネクトというサイト、会社の方ですね、参りまして、質問に答えるだけでコピー&ペーストの形で JavaScript を貼り付けていただくことで、簡単なソーシャルなサイトというものを作り上げることができるようになっています。
でまだまだフレンドコネクト始まったばっかりでいろいろと試行錯誤を重ねているところではありますが、オープンソーシャルに対応していただくコンテナもしくはソーシャルアプリケーションの会社にとりましては、このフレンドコネクトというものが広がることによって新たにそれを通じてユーザーにリーチできる場が広がっていくというふうにお考えいただければというふうに思います。以上、その3つの C にソーシャルの味付けをした場合、いかに世界が広がるかということをオープンソーシャルを中心にお話をさせていただきました。続きましてに、同じくその3つの C、クライアント、コネクティビティ、クラウドの全てに共通する課題である、いかにアプリケーションの開発を容易にしていくかというところのもう一つのチャレンジ、課題についてお話しさせていただきたいと思います。で現在ウェブアプリケーションと言われておりますものは、多くはウェブディベロッパーと言われているような開発者の方々が開発していただくようになっていると思います。ただ実はこのウェブディベロッパーというものも、私もいろんな方々とお話しさせていただく中で、単純に一括りにはできないなというふうに認識しております。中にはかなりそのウェブデザイナーというふうにお呼びする方が適切かもしれないというデザイン名に特化されている方、もしくはそちらの方に経験得意分野があるという方もいらっしゃると思いますし、もしくは完全にウェブサイトのオーナーであるというところで、あまり中のコードはいじられないという方もいらっしゃったりですとか、さらにもっと言うと一般のユーザーであったとしても、最近ですとブログ持っている方がブログパーツを自分のサイドバーのところに組み入れられたりということで、簡単なウェブアプリケーションを組み込むということが一般的になっております。でこのような中で、やはり私どもが持っている API ももう少し間口を広げることによって、多くの今申し上げた開発者もしくはユーザーも含む方々にご利用いただくべきであるというふうに考えております。で今回この中から Google Maps API for Flash というもの、 Google Earth API と言われておりますもの、あと RESTful の対応というものをいくつかの API に対して行っております。ここら辺のご紹介をします。さらに今回はあまり詳しくご説明できないんですけれども、Google Web Toolkit、 オープンソースのプロジェクトとして私ども進めております GWT、 Google Web Toolkit につきましては午後にセッションございますので、興味ある方はそちらにご参加いただければと思います。この GWT、 Google Web Kit は昨年もご紹介させていただいたんですけれども、いわゆる JavaScript でアプリケーションを書くときにブラウザ間の互換性というところに皆さん頭悩ませることもあったと思います。もしくは JavaScript 自身、どうしてもその生産性の高い言語とは残念ながら言えないところがあると思いますので、その部分 Java をお使いいただくことによりまして、私どもがのこの GWT、 失礼しました、オープンソースですか、私どもと言うべきではないですね、この GWT が Java から JavaScript に変換を行うというものでございます。でちょうどその Google I/O のイベントに合わせまして 1.5RC と言われているものをリリースさせていただきまして、ランゲージ Java の言語のバージョン5に対応したりですとか、あとはさまざまなバグフィックスですとかパフォーマンスの改良というものも行われております。ですのでこちらもぜひご利用を考えていただければというふうに思います。でまず、Google Maps for Flash をご説明いたします。もうすでに多くの方々に認知していただきまして、サイトウェブアプリケーションの中からもご利用、多くなっております Google Maps の API でございます。現在のところ、今までは JavaScript から呼び出していただくというものがあったわけですけれども、多くのフラッシュアプリケーション開発者の方からフラッシュのアプリケーションの中から Google Maps を使えないかというリクエストを受けておりました。これを実現したのが Google Maps API for Flash になります。ですので、まあ、もう単純です。ここに書いてありますように、 JavaScript と同じようにアクションスクリプトを使ってアプリケーションを書いていただくようになっております。ではこちらの方、面白いデモを用意しております。私どものソフトウェアエンジニアであります加藤の方からご説明させていただきます。でちょっとご覧になってお分かりになりますようにカメラが入っておりますので、ギーク心をくすぐる面白いデモをお見せできるんじゃないかと思います。どうも皆さんこんにちは、Google の加藤です。フラッシュも Google Maps API フラッシュ、 フラッシュは、先月発表されたばかりの API なんですけども、すでに国内でも多数のアプリが作られています。本日ご紹介するアプリも、今回のデベロッパーデーの、サポーターさんの方が、作られたアプリでして、こちら映ってますかね、カメラの方ちょっと切り替えの方をお願いします、はい、これ映ってますかね、あ映りましたね、
これが今回、まあ、使用するデバイスなんですけども、こちらに映ってますのが、加速度センサー。こちらは、USB のインターフェースチップで、このように、ケーブルで、PC につながっています。通常、まあ、Google の、API のデモですと、まあ、ブラウザの中に閉じているんですけども、こちらは、ハードウェアの方に、ちょっとあの補足で今でももう一回立ち上げている最中ご説明しますと、あのボードを秋葉原等で買えるそのいろんな部品等を組み合わさってできているものでして、でこう片詰めることによってその傾き具合加速度センサーの方から PC の方につなげていくというようなデモになっています。でそれを実際のウェブアプリケーションの方に組み込むというところをご覧いただくという内容になっております。残念ながら少しあの Maps の方の調子が悪いみたいで言葉で補足しながらという、この加速度センサー、動かしますと、ご覧になって分かりますようにこちらの飛行機のシルエットなんですけども、これが連動して動くようになっています。で、本来ならそうこちら側の画面の方には、マップがちゃんと映ってまして、このこちらでは、普通に、飛行機が移動するコースが出てるんですけども、ちょっとこれだとまあ分かりにくいんですが、実際にはこの中で実際にマップが回転する、ようになっています。どうしましょうね。本日は午後に、このセッションがございますので、その時にまたこのデモはご覧に入れられたらなと思いますので、ぜひとも皆さん、ご参加のほどよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。大変申し訳ありません。ちょっとデモに不適合がありまして、で、あの、かと申し上げました通り、午後に、Maps for Flash の、セッション別に持っておりますので、そこでまた改めてご紹介できればと思います。で、本来ですと、今ちょっと申し上げた通り、左側の通常の Google Maps が出る部分にちゃんと Maps が出てまいりまして、で、あたかも、ゲームのフライトシミュレーター化をやっているかのように、このボードを傾けることによって、その地図上を飛んでいくことができると。左に傾けたら左に飛んでいき、右に傾けたら右に飛んでいくということができるデモで、ぜひご覧いただきたかったんですけど、ちょっと残念ながら不調だったようなので、もしご興味ある方は午後の方のセッションにご参加いただければと思います。で、このフラッシュの API をサポートするというところの意義は、今のデモが本当に典型的なものでございまして、ローカルの方のデバイスですとか、ローカルののいくつかのそういった機能というものをフラッシュを通じてウェブサイト、ウェブアプリケーションに取り込むことができます。今まで JavaScript だけでは残念ながらこういったデモはできなかったわけですけれども、フラッシュの環境を今回私どもで用意することによって、このような魅力的なデモが可能になっているというところをご理解いただければというふうに思います。で、同じくジオ系、地理情報系の方の API、 新しい API として発表させていただきましたのが Google Earth API というものになります。 Google Earth はその Google の魅力的なアプリケーションとしていろんなところに取り上げていただいておりますので、皆さんすでにご存知だと思いますけれども、今まで Windows、Macintosh、Mac、こういったところのスタンドアローンアプリケーション、クライアント側にインストールしご利用いただくためのご利用いただけるアプリケーションという形で提供させていただいておりました。今回これをウェブ ブラウザーの中でご利用いただけるようにするというのがこの Google Earth API になります。で、この Google Earth API、 今までその Google Maps だけですとどうしても先ほどの2次元というところの地図情報になるんですけれども、地球のこう3次元のレンダリングを用いたものということで、さらに魅力的な地理系のアプリケーションをお使いいただけると、お作りいただけるというものになります。で、これをご利用いただくためには、利用者の方にブラウザー側にプラグインを入れていただく必要がございます。で、そこのサポートプラットフォームはここに書いていただいている通りでございまして、残念ながら現在は Windows 環境なんですけれども、もちろん他のプラットフォームへの適用というものも、進めております。で、こちらの方の Google Earth の API に関しても、デモンストレーションを用意させていただいております。デモの方はシニアデベロッパープログラムズエンジニア、マノマークスの方から行わさせていただきます。Hi, my name is Mano Marks. My first time in Japan. I'm really excited to be here, and thank you all for coming. It's so wonderful to see so many developers here. I have a couple of quick demos. I know we're
probably running a little short on time, so I'm not going to take too much time, but I wanted to talk just a moment about geographic applications. I think these are one of the most popular types of applications all over the world using many of the different Maps APIs that are available. And Google, of course, has for a long time had Google Maps and Google Earth, which I think everybody is probably familiar with. And you know, Google Maps allowed you to do highly scriptable applications in a browser that could be easily distributed to a lot of people. And Google Earth allowed you to do very rich, data-intensive applications built on KML, which is a presentation language for geographic data. And for a long time, people wanted to combine these two. They wanted highly scriptable, and they wanted 3D applications built on KML, and 3D and very data intensive. So what I'd like to show you is the Google Earth API, which is exactly that. It's bringing together JavaScript and KML and 3D environment in a way that hasn't been done before by Google. So that being said, I want to show you our first example. And this is just a simple one that I devised for this event. You'll see here that we have Google Earth and it's flying in, and you can actually see the conference center that we're in. And so this is using just a very simple few lines of code. This actually loads a KMZ file which contains the 3D model, which has the conference center model in there. And like I said, it's very simple. You have the controls that you're used to with Google Earth. So you can do zooming in, zooming out, moving around. You can see the entire 3D spectrum there. You can zoom way out and see something really interesting. So that's a very simple example, something that you could get up and running in just a few minutes work on your website. Now I want to show you something that's a little bit, it's a little bit more fun, I think. This is something we call Monster Milk Truck. And you'll see here in the foreground you have a milk truck, and it's actually saying little things. And in the background you have the 3D buildings. Now these come for free. These are the same 3D buildings that are available in Google Earth, and you can turn them on in our JavaScript API. So you'll see that I can't really move around the screen. That's because this application actually captures the screen on purpose so that you can do fun things like drive. So you'll see here I'm going to drive my truck over the water, which I wouldn't recommend that you try in real life, but I thought you might find fun and interesting. And you'll see here, of course, probably a familiar landscape to most of you here. You'll see these 3D models with rich textures that get a little bit more rich as you get closer. And this is all within the web browser, as you can see. And if I move down here, this was actually designed for a little bit higher resolution, I can actually change addresses so I could go to different locations around the world, or accept using actual buttons to do my steering around here. And of course, I can go backwards and do whatever I want. And so here's a little teleport. I'll show you teleporting to Everest, which gives you. I don't recommend doing this with. Thank you. And you'll see the developer wrote this. This wasn't actually, I think, anticipating jumping off of Everest, but it incorporates even some 3D mass into the actual scripting. And I'm falling quite far off of Everest here, but. Anyway, so I am actually giving a talk later today on KML, and I'll spend
some time actually talking about the Google Earth API as well. And feel free to come up anytime you see me around the conference. I'd love to talk to you about how you can incorporate this into your applications. Thank you. Thank you. ご覧になっていただいたように、Google Earth で、皆様お作りいただいた 3D モデルですとか、そのままブラウザの中で、できます。で先ほどのそのモンスタートラックというドライブシミュレーターみたいなものなんですけれども、私どもの方の、コードサイトの方でサンプル、として公開されております。先ほどエベレストから見せておりましたけれども、富士山ってやってみますと、マウント富士でも結構ですけれども、同じように富士山を、車で登るという、とても人生で多分一度も経験できないことを経験することができると思いますので、ご興味ある方は試していただければというふうに思います。で、他にいくつか、簡易な API というものをご紹介したいと思います。先ほど、スライドの中では RESTful 対応というふうに書かせていただいたものです。で私ども今まで多くの API と言われているものは、JavaScriptを使っていただくためのライブラリを提供するという形で提供しているものがほとんど、もしくは非常に多くございました。ただいろいろな多様な環境というものを考えた場合、どうしてもそうではなく、もっとさらにシンプルな API インターフェースというものが要求されているということを私どもも認識しております。例えば日本のモバイルブラウザと言われているものの多くは JavaScript を対応しておりませんし、他にもその PC だけではないいろんな環境からインターネットに接続する、ウェブにアクセスするということが一般的になっております。でそうした時の一つの解と言われているものが RESTful 対応と言われているものになり、 URI の中にパラメータを入れることにより HTTP のレスポンスでその結果を得るというものになると思います。でこのチャート API と言われておりますものが、先ほどちょっとご説明しましたけれども、複雑ないろんなそのグラフ形式と言われているもの、今までもし皆様方のサイトの中でご利用いただくという場合には、別のアプリケーションでそのチャートを作っていただく。そうしますと、どうしても動的な対応ができなかったりということがあったと思います。今回、いろんなチャートのパラメータを REST というか RESTful という形で URI の中に入れていただくだけで、さまざまな形式のグラフ、チャートというものを PNG の形で返してくるということをこのチャート API で提供させていただいております。でこちらごく簡単な例なんですけれども、ご覧になってお分かりになりますように、 HTTP コロンスラスラから始まるところの後ろの部分でいくつかのチャートに関して必要なパラメータを渡しております。例えばここでは Google デベロッパーで2008というのがそのチャートのタイトルであったりですとか、他にもサイズであったりバックグラウンドカラーであったり、こういったものを指定するだけになっております。でこれがブラウザーで実際渡しますと、どういった形で見えてくるかと申しますと、ちょっとブラウザー立ち上がるまでお待ちください。こういった形でパイチャートの形で Google デベロッパーで2008でそれぞれ3箇所の比率というものを色分けして出すと、この数字はデタラメですので信用しないでくださいね。デモ用に作っただけですのでというものになっております。で今ちょっとやりませんが、例えばここでいくつか簡単にパラメータを変えてやり、ページをリロードしてやるだけで新たなチャートが出来上がります。非常に簡単な形で PNG でこの結果が返ってくるというものになります。でもちろん URI で RESTful の形で渡してこの結果を得てるだけですので、この部分動的に変えていくということもできるようになっております。これが一つ RESTful 対応を示させてもらったものの例になります。でもう一つが Google Static Maps API というものになります。その Maps の API に関しましては、先ほど申し上げた通り JavaScript を使っていただく、あと先ほどちょっとデモが残念ながら今一つうまく動かなかったんですけれども、フラッシュ対応のインターフェースを提供させていただくということでありましたけれども、もっと単純に同じく RESTful の形で URI の中にパラメータを全て渡すだけで結果だけを受け取ってくるというようなことを、この Google Maps、 Google Static Maps API という形で提供させていただいております。でここも、皆様ご覧になっていただければすぐお分かりの通り、 URI パラメータの部分に実際にこれは緯度経度ですね、 Maps の API をお使いになっている方もおなじみの緯度経度をセンターにして、で実際にはこれパスということで経路を表示するところの、例をサンプルを用意しておりますので、どこからどこまでというところで同じく経度緯度を指定してやると、であとはそのパスのところのカラーですとかそういったものを指定するというだけのものになっております。
で、Maps ですのでご存知の通り、Maps のキーが必要になります。キー ID を取っていただきまして、それを埋め込むということを行うだけで、例えばこの例の場合ですと、こういった形で、これ私どもの本社、日本の本社がございます渋谷セルリアンからパシフィコ横浜までのところ、ちょっとサボってしまって直線だけにしているんですけれども、直線で赤で線を引くというものが簡単に得られるようになっております。でこの結果というものが GIF で返ってきますので、これを皆様のサイトもしくはいろんなアプリケーションの中に取り込んでいただくということができるようになっております。でその他にもその AJAX API と言われているものを私ども用意しております。これ一番最初のクラウドの中で私どもがクラウドで持っているサービスをご利用いただいたらどうだろうという話をさせていただきましたけれども、その時には JavaScript のライブラリを使う例を差し上げたんですけれども、この AJAX の API も現在 RESTful の対応が進められております。具体的にはその翻訳を行う Google Translate API、 いろんな形の検索結果をサイトに取り込んでいただく Google Search の API コントロール、さらにフィードの加工をしていただく Google AJAX フィードの API、こういったもので RESTful 対応というものが行われております。ですので REST の形で今見ていただいたチャートやもしくは Statics Maps と同じような形で URI にパラメータをすべて突っ込んでやるだけで、その結果として JSON 形式で返ってまいります。ですので例えばいろんな形のアプリケーションの中でその JSON の形で変換をかけて加工していきたいといった場合には、こういったその RESTful の対応というものをお使いいただくことが現在できるようになっております。で以上私の方からは現在抱えておりますと私も考えております3つのチャレンジおよびそれに対して皆さんと共にこうして解決していったらどうだろうかといういくつかの解決案とご説明させていただきました。繰り返しになりますが、重要なのはこのオープンという考え方で、今回このような場を利用し私ども自身もいくつもの課題というものがあり、それに対するベストな解決策というものを必ずしも見つけきれておりません。いろいろなアプリケーション、Google が出しているもの、まだまだ課題が多く、皆さんと一緒に解いていきたいというふうに考えております。どうせ今回の場というものがこう一方的なものではなく、いろんな形で皆様とお話し合いをさせていただくことにより、ウェブもしくはインターネット自身を健全な形で成長させていければというふうに考えております。ですので改めて、お話しさせていただきますと、クラウドおよびコネクティビティおよびクライアントというところ、それと多くのアプリケーションをソーシャル化するという部分に関して、さらにはいろんな形で間口を広げることによって開発を容易に、もしくは開発者ない方々にもサービスを使っていただくようにするというところを皆様と一緒に進めていければなというふうに考えております。で、ある有名なプレゼンターの方が最後にワンモアスイングと言ってサプライズを出すんですけれども、ちょっと真似をしていました。もう一つの C を最後にということで、ワンモア C ということで、私どもの Google 株式会社執行役員、製品企画本部長である辻野の方から、もう一つの C についてお話をさせていただきます。Last up, Director of Product Management for Google Japan, 小一郎辻野。皆さんどうもこんにちは。 Google の辻野と申します。国内で製品全般を担当しております。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、散々お話をしてきましたのは、クライアント、それからコネクティビティ、クラウドという3つの C を軸にですね、 Google の取り組みをご紹介してきたんですけども、先ほど及川が申し上げましたように4つ目の C として、私の方からはコミュニティということで、 Google Japan が皆様の方に差し上げるサポートの内容についてですね、簡単にご案内をさせていただきたいと思います。すでに何度もお話ししておりますし、今更申し上げるまでもない話ですけども、 Google にとりましてオープンソース、それからマスコラボレーションというのは非常に本質的に重要な概念になっておりまして、この考えをもとにですね、私どもは今日も散々いろんな技術をお見せいたしましたけれども、 API ですとか、あるいはいろんなその各種ツール等のプラットフォームをですね、皆様にご提供してきております。
で、こういったですね、私どもの技術はですね、Google が実際に使っている製品あるいはアプリケーションと基本的には同じ基盤を使っているものでありまして、そういうものを皆様に無料でご利用いただく環境を提供し続けてきているわけです。で、もうすでにご承知の通りですね、こういった技術あるいはこれに関連する技術情報はですね、コードサイトからですね、皆様の方にご案内しているという形になっております。で、まあ、こういったですね、サポートサイト、もともとアメリカの会社ですので、すべて英語なんですけれども、まあ、ここに集まっていらっしゃる皆様にとってはですね、あまり言語の壁は、ないのかもしれませんけれども、できる限りですね、皆様のニーズの高い API ドキュメント等はですね、日本語化をしていこうということで進めておりまして、すでにここに挙げておりますような、まあ、技術ドキュメントに関しましては、日本語版を公開しております。で、本日新たにですね、ここにブルーに書きましたドキュメント類をですね、日本語版として本日新たに公開をさせていただきました。それから今後もですね、皆様のニーズの多いドキュメント類情報に関しましては鋭意日本語化を進めていきたいというふうに考えております。で、日本語化に関しましては技術解説のですね、 YouTube ビデオ等も設けてるんですけども、そこに日本語の字幕等をつけるようなサービスもしております。で、さてですね、まあ、私ども、皆様に対してプラットフォームあるいは技術のその基盤を提供するということで、言ってみれば、まあ、土壌をですね、準備するという立場でございまして、まあ、その土壌の上にですね、本日お集まりいただいたようなですね、先進的な開発者の皆様、エキスパートの皆様がまあ、種まきをしていただくというか、まあ、私どもが発表する新しい技術をですね、私どもも驚くようなスピードでどんどん使っていただいて、新しいご自身のですね、アプリケーションを開発してくださっていると。で、その種をまいていただいたところにですね、他のディベロッパーの皆様がですね、集まってこられて、いろんなコミュニティが発展していくという流れが一つあるかと思います。で、このようなエキスパートの皆様のですね、活動をサポートする一環といたしまして、私どもはディベロッパー交流会というものを進めております。で、このディベロッパー交流会はですね、昨年の8月に第1回を行いまして、本日までにですね、全部で6回ほどやっております。で、ここに簡単な写真を載せておりますけども、 iGoogle ガジェットですとか、あるいは Maps、 それからデータ、それから Gears、 オープンソーシャル、 Android といったテーマでディベロッパー交流会を今まで6回進めてまいりました。で、この内容は先ほどご紹介しましたコードサイトを通じて皆様に公開しておりますので、すでにご覧になっていると思いますけども、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。で、こうしてですね、エキスパートの皆様がまいていただいた種の上にですね、いろんな皆様の開発者の皆様がご協力いただいてですね、だんだんそれがですね、コミュニティを形成していくという流れが一つあるかと思います。で、そのコミュニティがですね、次第に木となり森を作っていくと。で、Google が準備した土壌の上にですね、皆様のお力によっていろんなそのインターネットの中での新しい世界がですね、開けていくという流れがあるかと思います。で、こういったですね、エキスパートの皆様をサポートしていく新しいプログラムといたしまして、本日 Google API エキスパートプログラムというものを発表いたしました。ここに名前を挙げさせていただいている皆様は、その Google API エキスパートプログラム、各その API ごとにですね、認定エキスパートという方を決めさせていただきまして、その方を軸にディベロッパーの皆様をサポートしていくプログラムでございますが、ここに名前を挙げさせていただいた皆様は、それぞれの API のコミュニティにおける認定エキスパート第1号として登録していただいた皆様でございます。で、この API エキスパートプログラムはですね、今申し上げましたように Google とエキスパートの皆様によってですね、その他大勢のですね、デベロッパーの皆様をプロアクティブにサポートを進めていこうというプログラムでございまして、ここに書きましたように、今現在はオープンソーシャル、それから Android、 それから Map、それからガジェット、4つの API コミュニティに関しまして、先ほど名前を挙げさせていただきましたエキスパートの皆様に
すでにですね、認定をさせていただきまして、その方々を中心にですね、すでに活発な情報交換や議論が始まっております。まあ、このような形で、コードサイトを通じたですね、まあ、オンラインのサポートからですね、あるいは先ほどご紹介したデベロッパー交流会、あるいは本日のような、まあ、こういうイベントですね、を通じてオフラインからですね、オンラインまで幅広く、国内のですね、デベロッパーの皆様を Google Japan としても積極的にサポートをさせていただきたいと。で、その内容につきましてもですね、まだまだ不十分な部分が多々あるかと思いますけども、今後拡充を図っていきたいと思っておりますので、引き続きご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。で、本日はですね、長い時間午前中ご静聴いただきましたけども、皆様お疲れかと思いますけども、この後ですね、ブレイクアウトセッションを16ほど準備しております。それから冒頭のご挨拶で村上の方からも話がありましたけども、コードラボをですね、3つのテーマに、関して設定をしておりますので、非常に、午後、アクティブなですね、場になるのではないかというふうに期待しておりますし、さらにですね、夕方6時からこの会場の外でですね、ここに書きましたようにデベロッパーソーシャルトークと題しまして、集まっていただいた方々、それから Google の開発者との交流の場を設けておりますので、ぜひそちらの方にもご参加いただきたいというふうに思います。それからすでにお手元にアンケートを配っておりますし、行動の方にもですね、ウェブで書き込むフォームを用意しておりますけれども、本日のですね、感想をぜひ、まあ、そちらのアンケートの方にですね、書き込んでいただいて、皆様のフィードバックをいただきたいというふうに思っております。皆様のフィードバックをベースにですね、今後こういったイベントをさらにいいものにしていくために私ども、努力を続けたいと思っております。で、そのサーベイの結果も含めまして、本日の模様はですね、後日 YouTube ですとかピカサを使って、やはりコードの方からですね、皆様の方にご紹介をさせていただくことにしておりますので、今日の模様はですね、後日またその、まあ、コードで提供するですね、情報を通じて、ぜひ皆様の方にもご覧になっていただきたいと思います。で、まあ、今日午前中2時間ほどですね、一方的に Google の方からですね、私どもの技術を紹介させていただきましたけども、私どもが考えます、まあ、こういったイベントのですね、一番の意味は、私ども Google 側のですね、開発者と、それからお集まりいただいた皆様方との双方向の交流にあると思っておりますし、それから本日お集まりいただいたデベロッパーの皆さん同士のですね、交流というのが、まあ、こういう場の一番の価値だというふうに思っておりますので、ぜひですね、積極的に周りの皆さんとですね、単なる名刺交換にとどまらないですね、深いコミュニケーションを図っていただき、それからですね、まあ、セッションスピーカー、私どものセッションスピーカーに対するですね、質問等もぜひたくさん投げかけていただいて、この場は皆様にとって、あるいは私どもにとって大変有意義な場としてですね、ぜひ盛り上げていただきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、Be Social という言葉をもちまして、本日午前のセッションを終わりにさせていただきたいと思います。どうも長時間ご静聴、並びにご来場誠にありがとうございました。